こんにちは。今日の講義は書籍経線売買公開術スキャルピングからポジショントレードまでの攻略テクニックです。この本はオリバー・ベレス氏、ポール・ラング氏、そして関本博秀氏によって書かれたトレーディングの世界における重要な指南書です。現代の激しい競争が行われているトレーディング市場において安定した利益を上げるための貴重な知識が詰まっています。本書は7つの章から構成されており、マーケットの基本からテクニカル分析、チャートの見方、さまざまなチャートパターン、マネーマネジメント、トレーディングプランの作成方法、相場心理学まで、トレーダーが知っておくべきあらゆる側面を網羅しています。著者たちは世界中のトレーダーに4年間にわたって教えてきた内容を凝縮しており、一般的な株式入門書には載っていない強力なトレーディングツールとしての知識を提供しています。90以上のチャートを使用して具体的かつ多様なトレード手法を説明しているため、読者はまるでトレーダー養成機関で実際に学んでいるかのような体験ができます。プリスティーンのマスタートレーダーによる洞察に富んだ内容は、初心者からベテラントレーダーまで幅広い読者層に有益な情報を提供しています。本書の特筆すべき点は、日中の株価反転のチャンスを捉えるチャートの見方から効果的なトレーディングプランの作成法まで、実践的なテクニックが豊富に盛り込まれていることです。これらの情報は高額な株式トレードセミナーに匹敵する価値があると言えるでしょう。マスタートレーダーたちが長年の苦労を経て得た知恵がこの一冊に凝縮されているのです。本書で学べる具体的な内容には、トレンドの有無にかかわらず効果的にトレードする方法、タイムリーな株式を適切なタイミングで仕掛ける方法、最適なリスク・リワードレシオを実現するためのマネーマネジメント、有望なチャートパターンと仕掛けのセットアップ、そして恐怖心や貪欲さなどの感情に惑わされない相場心理のコントロール法などが含まれています。これらはすべてプリスティーンが実際にトレーダーたちに教えているトレード手法とテクニカル分析法です。本書の構成を見ていくと、序文に続いて7つの章が展開されています。第1章では、トレードを始めるにあたっての基本的な準備について解説しています。ウォッチリストの作成と使用方法、トレードの時間枠、そしてトレーダーとしてのレベルアップについて学ぶことができます。第2章ではトレーディングの基礎知識を深く掘り下げています。マーケットの定義から始まり、大勢チャートの見方、プロテクティブストップの重要性、寄り付き30分間のトレード戦略、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の違い、ニュースの扱い方など幅広いトピックをカバーしています。第3章はトレードのマネジメントに焦点を当てています。トレードをどのように管理するか、逆行局面での対処法、スイングトレードの様々な仕掛け方、リスク・リワードレシオの考え方、利益目標の設定方法、そしてタイムリーな仕掛けについて詳しく解説しています。第4章ではトレードとトレーディングプランにおける心理的側面を取り上げています。恐怖心の克服方法、成功するためのトレーディングプランの重要性、規律の維持、トレーダーとしての資質、正しいトレードの条件、トレーダーの成長段階、投資家の不安指数、そして負けトレードの分析方法などが含まれています。第5章では様々なチャートパターンについて詳細に解説しています。よく見られる間違いから始まり、ダブルボトム、またはダブルトップ、支持線と抵抗線、最初の押し目、トレンドデー、異なる時間枠のチャートの見方、ズームダウン技法、冷やしチャートのピボットポイント、トレンドへの逆張り、トレンドの終わり方、日中のトレンドとリバーサルポイント、トレンドの転換、そしてギャップトレードについて学ぶことができます。第6章では実際のチャート分析の例を通じて、これまでに学んだ知識を実践的に応用する方法を示しています。ナスダックのチャート分析を中心に、ボラティリティインデックスの活用法や様子見が必要な状況の判断方法なども解説しています。第7章では様々な具体的なトレード手法を紹介しています。レラティブストレングスを利用したトレード、リバーサルタイムのトレード戦略、逆張りトレード、クライマックスリバーサルでのトレード、ランチタイムの逆張りトレード、モーゲージプレー、ゲリラトレード、そしてニックネームを持つトレード手法など、
多岐にわたるテクニックを学ぶことができます。本書は付録としてさらに詳細な情報や用語解説も含んでおり、読者が繰り返し参照できる実用的な資料となっています。この罫線売買公開術はトレーディングの世界で成功を目指す全ての人々にとってまさに後悔の羅針盤となる一冊と言えるでしょう。著者たちの長年の経験と知識が凝縮された本書を通じて、皆さんがトレーディングの海を安全に航海し、目標とする港に到達できることを願っています。この罫線売買公開術を読み込むことで、トレーダーとしての視野が大きく広がることでしょう。本書は単なる理論書ではなく、実践的な知識の宝庫です。読者は、マーケットの動きを新たな角度から捉える力を養うことができるでしょう。例えば、チャートパターンの認識力が向上し、より精度の高い売買タイミングを見極められるようになるかもしれません。また、リスク管理の重要性を深く理解することで、投資の安定性が増す可能性があります。本書の特筆すべき点は、著者たちの豊富な経験に基づいた洞察が随所に散りばめられていることです。これらの洞察は、読者が自身のトレーディングスタイルを見直し、改善する機会を提供します。例えば、感情のコントロール方法を学ぶことで、冷静な判断力を養い、より一貫性のあるトレードを行えるようになるかもしれません。さらに、本書は様々なマーケット環境に対応するための戦略を提供しています。トレンドのある市場でも、横ばいの市場でも、効果的なトレード方法を身につけることができるでしょう。これにより、市場の変化に柔軟に対応し、継続的な収益を上げる可能性が高まります。本書を通じて、読者はトレーディングを単なる取引ではなく、一つの技術として捉えるようになるかもしれません。各チャプターで提供される具体的な例と詳細な説明は、読者の理解を深め、実際のトレードに応用する際の自信を高めることでしょう。また、本書は初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広い読者層に価値を提供します。初心者にとっては、市場の基本的な仕組みから高度な戦略まで段階的に学ぶことができる良い教材となるでしょう。一方、経験豊富なトレーダーにとっても自身の戦略を見直し、新たな視点を取り入れる機会となるはずです。本書の内容を実践することで、読者は市場の動きをより深く理解し、的確な判断を下せるようになる可能性があります。これは単に利益を上げるだけでなく、トレーダーとしての成長と自信にもつながるでしょう。トレーディングプランの作成や実行に関する詳細な指導は、読者の取引の一貫性を高め、長期的な成功につながる可能性があります。さらに、本書で紹介されている様々なチャートパターンやテクニカル指標の活用法は、読者の市場分析スキルを向上させるでしょう。これにより、より正確な売買ポイントの特定や、リスクの低減が可能になるかもしれません。本書は単なる理論書ではなく、実践的なガイドブックとしての役割も果たします。読者は、本書の内容を自身のトレーディングに直接適用することで、理論と実践の橋渡しを経験できるでしょう。これは、トレーディングスキルの向上と、市場に対する深い理解につながる可能性があります。また、本書で強調されているリスク管理の重要性は、読者の長期的な成功に大きく寄与するでしょう。適切なリスク管理戦略を学ぶことで、大きな損失を避け、安定した収益を確保する可能性が高まります。本書は、トレーディングを単なる金儲けの手段としてではなく、継続的な学習と成長の過程として捉えることの重要性を読者に伝えています。この姿勢は、読者のトレーディングに対するアプローチを根本的に変える可能性があります。結果として、この本を通じて読者は、より体系的で規律あるトレーディングアプローチを身につけることができるでしょう。これは、短期的な利益だけでなく、長期的な成功と財務的安定性につながる可能性があります。トレーディングの世界で成功を収めたいと考える全ての人にとって、この罫線売買公開術は必読の一冊と言えるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康で美しい体があってこそ、人生を満喫し、目標を達成する力が生まれるからです。日々の生活において健康管理を怠ると、体調不良や疲労が蓄積し、心身ともに影響を及ぼすことがあります。
美容と健康管理は単なる外見の問題ではなく、生活の質を向上させるために必要不可欠な要素です。この点で、ライザップ、結果にコミットプライベートジムが注目されます。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを作成します。これにより、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にも最適です。トレーナーとの密なコミュニケーションを通じて、目標に向けた確かなサポートを受けることができます。また、食生活やメンタルのマネージメントも重視しており、健康的なダイエット方法を提案します。無理な食事制限なしで食べられるダイエットを実現し、リバウンドしにくい体づくりをサポートします。さらに、トレーニングは1日50分、週に2回のペースで行い、無理のない範囲で健康を目指します。ライザップの特徴は、完全個室のプライベートな空間で行うことができることも大きな魅力です。他の人の目を気にせず集中してトレーニングに取り組むことができ、プライバシーが守られた環境で安心してトレーニングを受けることができます。さらに、初めての方には無料カウンセリングを提供し、自身の目標や希望に合った最適なプランを共に考えます。また、30日間無条件全額返金保証を実施しており、万が一成果が得られない場合でも安心して利用することができます。以上のように、ライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスであり、個別のニーズに応じたトータルなサポートを提供します。健康的に痩せ、理想の体を手に入れたい方にとって、信頼できるパートナーとなることでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。